どうもフリチェーさ、今回はというかね、第3のアップデートで歴史イベント作成が増えたので、これをですね少し、ご紹介していこうかなというところですね。まあいろいろ作りました。で、一番規模が大きいね、どれだろう、名前が適当すぎる、これかなを、ちょっとね、まあ設定見てからこのイベントをね実際に動かしていこうかなと思います。で、結果ですね、これ20個までできるので、例えば人が20人死ぬっていうこともできるんですけど、まあそれはそんなに面白くないからいいとして、まあこれ一応動作としては、赤松春政が隠居し小寺に譲る、で小寺の頭数が20上がる、で黒田重隆の勲功が3000上がる、で赤松春政が死ぬ、で小寺が軍神を習得するみたいな感じですね。で、条件、まあこれは一応時期を、ね、決めておいただけですね。以降と以前、もしくは一致が選べて、一致ならばそのタイミングでしか起きないってことになりそうですね。で、これ、プレイヤー部署が黒田重隆である、訪問コマンド実行中である、訪問先部署が小寺であるという条件で、内容もね、作っていったと。会話ですね、この辺は。さあ、ではこれを見ていこうかなということ。まあ、いろいろできるのでちょっと待ってくださいね。それをまずどんなことができるのかというものも紹介してからやっていきたいと思います。さあ、では実際に始めてみよう。で、見たいのは赤松で、しかも黒田限定ですね。その前に、あ、まあいいか。まあいろいろ起きるので、それもね、ちょっと紹介しながらやっていこう。内容は何でもいい、もう何でもいいです。やらないんでね、特に。例えば、下克上をイベントで作ることも、できますね、普通に。うん、さて、一応条件があるので、まずね1個発動させてみようかなと思います。とりあえず進めてみよう。まずなんだっけな、朝倉のやつが起きるかな。これ止まるんですよね。止まっていっぱい作ったんで、どれが、あ、これか。これはね、時さんが死ぬというね、ものですね。あとは何が起きる？松永久秀の謀反が起きるんじゃないか？違うな。これはですね、実況に作ったやつで、関東関連などの上杉をすべてね、統合させるというものですね。ちょ、これも後で見ましょう。で、次何が起きる？で、これは松永久秀が謀反すると独立するというやつですね。で、ご命令を。先月の収支です。報告いたします。朝倉特に起きないのかもしれないね。まあ、ならそれでいいとしよう。謀反。小寺のとこに訪れるというとこで、それが進む。はい、止まりました。発生中ですね。さあ、主家赤松は衰えたと。取って代わる時にあれだろうか、そうであろうか、そうだなと。し、括弧がですね、全文のやつじゃないといけないんで、そう、半括弧は使えないんですよね。そうし、赤松春政を襲撃すると。と続きをね作ろうかなと思ったところで撮ってるんで、まあとりあえずは主家が変わった、守護を称するなどというと、ちょっとこっちに戻ろうか。どう変わったかですね。家紋は変わらないんですけど、赤松が死んだというところで村秀のみになってますね。で、村秀も殺してしまおうかなと思ったんですけど、やめておいたと。なんだこれ、人書か。これなんだ、人書なの。さあ、で中郎になり城主になると。ここまでをねセットで作っておいたので、ご命令を。先月の収支ですね。まあ例えば
赤松を殺して小寺のみ独立するみたいなこともできたんですが、まあ、えてねやらずにしておきましたね。こっから作るとしたら、そうですね、ただ武将がもう3人4人しかいないから、剣を作るとね全員死んじゃうんですよね。稲葉一徹が独立すると、まあいろいろ作れるという試しなので、ちょっとねいろいろ起こしたんですが、表情を始めます。まだあるんですよね、先月の終始です。これ足利がですね、近隣の大名を吸収し、北条に対抗するというものなんですが、これはねまあ消しとこうかなと。でいろいろできるんですけど、とりあえず独立と婚姻と武将官の報告いたします。家宝の授与、あとは武将の移動ですね。だここ例えばなんですけど、独立するっていうのにしても独立のみだとね、この失敗で稲葉の一人になっちゃうから、こう独立後にそこの武家にその元々いた武将を動かさないと人がいない状況になってしまうんですね。表情を始めます。そこをなんとかしなければならないと。で一応パラメーター上がってるよね、20が上がってますね。こういうのもできると。でまあ今いろいろね考えてるんですが、どういうイベントを作ろうかなと。例えば松永久秀一人の力でね、そうですね、細川を潰すようなシナリオも作れますね。訪問を起点にいろんなイベントをねさっきのように起こせるから、そうだね、どう作るかでも。私にお任せあれ。失礼します。表情を始めます。先月の終始です。そうだな、どういうものが起こせるか。そこ独立はあるんですけど、謀反は特にないんですよね。全然一緒に戦ってるんだよ。なのでなんだろう、この武家が寝返るってことはできないから、そこでちょっと幅が狭いんですよね。先月の独立になっちゃうから、どうしても勢力が増えざるを得ないと。戦場へ参る。戦うの？出陣するぞ。で一応武将の移動でね謀反できないか試したんですけど、無理だったので謀反はないのかなというところですね。表情を始めます。先月の終始です。お任せください。出るとするか。滅びるんじゃないか普通に。ご命令を。先月の終始です。というとこで戻ろうかな。まだやれることはいろいろあるんですが、そうだね、例えば本能寺の変的なことも作れるっちゃ作れますよね。